佐野橋は、カラス川に架かる人道橋である。カラス川を挟んで、群馬県高崎市の上佐野町川と、同市佐野久保町川を結ぶ橋長113メートル、福音2.3メートルの目標で、洪水の際に橋桁部分が流出することを考慮した流れ橋として、設計されている。橋脚は、H 構成で11本を有し、その上に木製の橋桁が乗る構造である。 市は、現在の場所に橋が架けられた時期は、はっきりしないとしている。橋があるあたりにはかつて船を並べて、板を渡した船橋が架かっており、橋を渡って、大瀬を重ねていた男女が親に橋板を外されて、川に転落して、命を落としたという伝承がある。この、佐野の船橋は、芸術、芸能の世界においてはたびたび題材となって全国に、知られる歴史を持つ。 万葉集において、噛み付けの佐野の船橋取り話親は、さくれど我々は,はさかるがえと読まれて、佐野の船橋は、非連の舞台として知られるようになった。歌枕として、西行や藤原定家といった著名な歌人の題材になり、農学の演目の一つである洋曲、船橋もこの物語を題材とした。江戸時代には、絵画、諸国名橋式覧シリーズにおいて、 葛飾北斎が船橋を題材として、甲付け、佐野船橋の古図を描いている。周辺には、ことわざ、いざ鎌倉の元となったエピソードで知られる洋曲、パッチボクの舞台となった床よ神社や、前日の藤原定家を祀る定家神社が存在する。元橋は、台風等による増水によって、たびたび流出被害を受けているが、災害復旧工事では、 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による補助の条件として、原型に復旧することが求められているため、市はその都度流れ橋のまま復旧を行ってきた。2019年10月12日には、令和元年東日本台風に伴う河川増水の影響で、橋げた部分及び橋脚4基が流出したことにより、通行不能となった。 市は2020年6から7月頃の完成を目指して復旧工事に着手するとしたが2013年の台風18号による流出時よりも被害規模が大きいため工事費用はこの際の3700万円を上回る見通しとしていた結局2020年の被害からは約8300万円をかけて復旧工事を終え2020年7月22日から 利用を再開した。ありがとうございます。